元気そうだな、ダニー。嫌になる。で、次はエスパーだ。何か考えは？おい、待て。なぜ聞こうとしない？黙ってろ。ホセの畑を攻撃。あんたの戯言はうんざり。放っておくのか？当然の報いさ。モンテロの裁きだ。やめて。こいつは裏切り者だ。ねえ、もちろんその罪は一生背負ってもらう。でもあんたたちも過ちを認めるんだろうね。あんたこそどうだ。いいわ。カスティロを支持した。ビビロがこの国を豊かにしてくれるって信じてた。それにみんなを疑ってた。ゲリラじゃないあんたたちをね。パパが正しかった。先に信頼する。ホセのやつを、あいつを狙ってるなら視点を変えないと。弱点をつくんだ、タバコ畑を。それは試した。でも一斉攻撃はまだでしょ。兵の気を引いてやつを裸に乗った。ならついてるな。計画がある。援護は俺たちが。ねえ、こっちは部隊を分ける。標的を定め、検問所も監視所も全て潰すよ。空軍基地はその後だ。じゃあそうと決まったんなら行くよ。死ぬまでヤーラ人だよ。死ぬまでね。俺の最高傑作見て腰抜かすなよ。ナパームニーニョだ。鉄の鳥、地獄の豪華、そして西の希望。飛ばしたのか？いや、それが高所恐怖症で。俺は吹き上がる風だ。お前がホセをやっつけるのを応援してる。おっとヒーロー、サウンドトラックを持ってけ。フィリーマジックだぜ。さて、サウンドトラックだったか。フィリーマジックバイブ。さすがフィリー。みんな準備はいい？応答して。サンチェス、準備よし。トーレス、いいぞ。ナパームニーニョ、いつでも行ける。セラーノ、オーケー。オルテがオッケー。よし、やろう。ホセの部隊をおびき出して基地をガラ空きにさせる。その後全力でホセを叩く。大暴れしてやろう。エソエソ、ナパームニーニョと一つになれ。リズムを感じろ、ヒロ。やるな、フィリすごい威力。フィリ、あんた天才だな。フィリー。
て、サウンドトラックだったか。フィリーマジックバイブ。さすがフィリー。みんな準備はいい？応答して。サンチェス、準備よし。トーレス、いいぞ。ナパームニーニョ、いつでも行ける。セラーノ、オーケー。オルテがオッケー。よし、やろう。ホセの部隊をおびき出して、基地をガラ空きにさせる。その後、全力でホセを叩く。大暴れしてやろう。ナパームニーニョと一つになれ。リズムを感じろ。ヒロすごい威力。フィリー、あんた天才だな。サウンドトラックだったか。フィリーマジックバイブ。さすがフィリー。みんな準備はいい？応答して。サンチェス、準備よし。トーレス、いいぞ。ナパームニーニョ、いつでも行ける。セラーノ、オーケー。トルテがオーケー。よし、やろう。ホセの部隊をおびき出して基地をガラ空きにさせる。その後、全力でホセを叩く。大暴れしてやろう。エソエソ。ナパームニーニョと一つになれ。リズムやるな、フィリー。交換！やったぞ、フィリー。ホセ、気に入ってくれたか？まだまだ燃やすぞ。あと少しだ。
フィリー、悪い知らせだ。ナパームニーニョがやられた。すまん。ああ、そうか。あいつはよくやってくれた。とにかくあのタバコ畑を焼き尽くしてくれね。よう、ダニエスパーだ。大丈夫か？ええ。早くこっちに来て。わかった。もう少しで着く。小さなナポレオンはどこだ？仲間の一人が管制塔で見たって言ってた。了解。今から向かう。さあ、やってやるよ。いないぞ。くそ、本当に？あの野郎、狭いとこに隠れてるのかも。いや、やつは。くそ野郎。
女を殺せば100万やる。200万だ。ヤーラタバコ、今や貴重品だ。私にこんなことをしてアントンが黙っていないぞ。お前らモンテロなどすぐに皆殺しだ。アントンはどこだ。真のヤーラ人どももな。パパが7歳の時にこのナイフをくれたの。投げ方も聞いた。殺し方もね。やつにそっくりだな。おい、泣き殻は埋葬できたか。でもこのナイフ、その力でも守れないものがあった。あんたは土地を奪い、パパを奪った。今度はこっちがもらう番。またな、小さなナポレオン。こんな味だっけ。いい子だ、チャーリーさん。アレハンドロがまた消えたらしいな。パパはなんであんなことに。この勝利だって見てない。でも生きてたらこの勝利もなかった。リベルタードの女王に何がわかるっていうの。あんたに農園を与える気がなかったのはわかる。キャンプもね。でも振り返ってみな。ここに必要だったのはあんただ。そしてリベルタードにもね。カスティロを倒すのに力を借りたい。分かってるはずだ。助けがなければ西は持たない。そして西がなければリベルタードも倒れる。モンテロは握手しない。乾杯するの。モンテロ家に、未来に。何を聞いてもいいんだぞ。なぜここに。ホセのこと嫌いでしょ。なぜ。バカだったから。なぜ。弱かったから。うん、父が言っていた。神は獅子に勝利を与える。宗教みたい。父はキリストが好きだった。こうも言っていた。キリストなら素晴らしいヤーラ大統領になるだろう。いいか、アントン。決して忘れるな。キリストは獅子であり、子羊でもあった。力で支配し、一方、苦しみも理解する。信じたの？父が殺されてから、母と私は二人っきりで生きてきた。母はこの獅子と羊の話を、大層嫌っていたよ。なんで。間違いだからだ。獅子で同時に子羊だと母は否定した。アントン、羊は羊、獅子は獅子よと。支配はするかされるか。カステロは獅子で、そしてヤーラは子羊。おばあちゃんどんな人。
たくましく賢くそして強かっただが人の上に立つのは向いていない人だった。私の父は子羊だった。ホセもね。うん。覚えておけ。お前は獅子だ。子羊を食らう獅子だ。支配してる。任せろ。頼りにしてる。カシロの支配も弱まってきてるし、ヤーラの解放は近い。でも危険度も増してる。この戦いにケリがつくまで今はまだ手を緩めないで。車を手に入れよう。役に立ちそうだ。ほら車だ。弾の跡なんかどこにもないと。ありがとう。
探して、それで毒タンクの圧力を高めて爆発を引き起こせる。それか撃つかだな。目標は正確に狙うんだよ。いい加減な仕事をすればすぐに死体の山になる。強敵だ。グレネードだ。しまった。よし、最初のサブステーションを潰した。私ね、昔は戦場でエルティグレを援護してたんだ。今は俺の援護だな。何？エルティグレからロボの話を聞いた。少しだけ戦死したって。なんでだ？あんたを見てると思い出すんだ。クララは政治向きだが、あんたは一匹狼だから。他に気を取られたくないだけだ。判断が鈍る。けどね、大きな獲物を仕留めた一匹狼は獲物を分けたがらないものよ。気をつけて、ダニー。どうして俺にそれを？もしもし？おい、くそ。衛兵がいても無駄だ。なるべきだったか。それは言い過ぎ。ダニー、初めて会った時のことを謝るよ。あんたを見誤っていた。謝らなくていい。人生3回分の血を見てきたもんだからさ。喜んで血を流すゲリラもたくさんね。だからあんたを見て厄介な奴が現れたと思ったよ。でもエルティグレはいつだって一目で真のゲリラを見抜くんだ。ヤーラを救える奴がいるならそれはあんただと言ってた。それを伝えとこうと思ってね。リベルタードだってあんたが必要だ。クララもその経験からいろいろと学べる。あんたらのはクラブ活動さ。
でも私はヤーラのために戦う。他の誰のためでもない。巻いたな。今度は壊すなよ。支配するつもりなんかないよ、ラッキー。忠告はしておく。私は必要とあらば引き金を引くよ。忠告はしておく。私は必要とあらば引き金を引くよ。エルティグレのようにね。彼こそ本物のレジェンド。でもあいつは自分を一生責め続けた。グルネット。ダニー、奴らのシス。ダニー、奴らのシステムに侵入した。パイプラインを破壊してくれたおかげで、毒の貯水槽が溢れそうになってる。それを利用して、こんなこともできる。どんなことだ？今の爆発、そっちでも感じたか？ヤーラ中に響いたよ。計画の第二段階の合図さ。煙をたどってプラントに行くんだ。ラッキー、プラントに着いた。みんな慌ててるぞ。パイプラインを破壊したことで貯水槽が不具合を起こし、修理しようとしてるんだね。制御室を探すんだ。エレナをそこのコンピューターに遠隔で侵入させることができれば。心臓発作ってわけだな。
れな、ダニーだ。接続した。思う存分やってくれ。よし来た、ぶっ壊してやろう。システムに侵入した。あとは各貯水槽の制御スイッチをオンにしてくれれば。ドカーンか。そう、でもオンにしてからドカーンとなるまで多少時間がかかる。だから誰にもスイッチを触らせないで。警告、圧力が重大な危険レベル。よし、もう少しよ。巨大なパイプラインは破壊したけど。
キシフル反応剤限界ろ過。下流浸透圧計というものがある。トキシ、何？略して TRUDO。 倉庫の中にある。もう解錠済みで、中にラッキーがいるはず。今から向かう。在庫がなくなったらビビるはおしまい。